そして152打席ぶりにホームランが出ました。初回近鉄先発の桃からこの清原選手がレフトスタンド芝生席に叩き込みました。現在試合の方は3回の裏西武ライオンズの攻撃ワンアウトで、準備ができ次第ご覧いただきたいと思います。初回辻がヒットで出ました。平野が送った後秋山三振に倒れた。2アウトランナー2塁カウントが2ストライク3ボールご覧のように大谷さん野茂が首を振りましたね。そうですね、やっぱり自分の一番力のある球で勝負しようと思ったんでしょうね。はい、そのボールがこれです。これが今シーズンの渡辺富雄の成績です。渡辺富雄と野茂は最初のこの渡辺富雄野茂去年の対決は野茂に軍配が上がっています。が今日のバファローズのラインナップトレーバーがスタメンで欠場しています。村上も30度近くまで気温が上がりました。日が沈みましてだいぶ後ろに暑くなってきましたがそれでもまだマウンド上昼間の熱気が少し残っているようです。ラストバッターの田辺ワンワンで持ったりとか、そういう風にはなっているんですけどもやっぱり力みが取れないですよね。そうですね、矢沢さんの目からやはり野茂の力みたいのは感じ取られた。だから今こう立て直そうという気持ちでね、はい、投げてると思うんですけどもね。バッターボックスは田辺。抑えなきゃっていう気持ちが強すぎんじゃないですかね。こう見逃してますね。あ、そうですか。柳沢ピッチングコーチが一度バンドに行きました。1、2打席連続ヒットを放っている新井。これで6試合連続ヒットです。今年プロ入り17年目矢沢さん元気ですよね、柳井選手ね。ね、非常にね、一時腰をね、ちょっと痛めてましたけども、はい、やっぱりこの職人ですね、このバッターはね。そうですね。今日2本のヒットをすでに放ちまして、通算2000本まで。若手がですね、はい、近づいていくことができないですね。さあ、今日3本目のヒットとはなりませんでした。センターフライ。そうですね、まあ常識的にはスライダーは放らないですよね。放らない、はい、打ったボールってのは狙っていきませんからね。あ、こういう打席ではね。なるほど、だから今シュートだったですね、初球。そうですね。コマークしております。その前の外狙いのストレートがインハイに抜けたんでね、やっぱりスライダー一丁やっぱり行ってみたくなったと思うんですけど、今のでボールになるとワンツー厳しいですね。4球目伊藤はインサイドに構えました。センターへ。しかし秋山の